港当局の民主化弾圧方針がさらに鮮明に。香港の自由を取り戻せと書いた T シャツ着用の男性が逮捕。野党共闘不発で台湾総統選への中国関与は強まるか。香港では民主化活動家の周庭氏がカナダへの亡命を明らかにして波紋を広げているが、最近では幸福香港、香港の自由を取り戻せ、時代革命、今こそ革命だというスローガンが印刷された T シャツを着ていた男性が逮捕されたり、昨年11月に中国で起こった民主化運動、白紙運動を真似て、香港中心部の街頭で白紙を掲げて立っていた男性が逮捕されたりなど、一段と取り締まりが強化されている。香港各紙が報じた。この T シャツを着ていた男性は、香港空港から出国するため、飛行機の搭乗口に向かっていたところ、空港で警備に当たっていた警察官に、香港国家安全維持法違反の容疑で身柄を拘束された。その後、男性の所持品を検査したところ、カバンの中に香港独立を主張するビラや小雑誌が入っていたことから、その場で逮捕された。警察発表によると、一般の旅客から香港国際空港で煽動的な文言が書かれたシャツを着ている男がいると通報が寄せられたため、警察官が現場に急行し、職務質問したという。男性がどんな服を着ようと個人の勝手だ、主張したので、取調べ室で所持品などを検査したところ、自由香港の旗などが出てきたので、逮捕したとのことだ。香港政府は、今回の逮捕は、香港国家安全維持法に定められている最高刑2年の懲役刑が科せられる煽動罪に当たるケースとしている。また、11月下旬、香港島中心部のコーズウェイベイのそごう百貨店、香港店前の街頭で、男性が約30分間白い紙を両手に持ち、黙って立っていたところ、見回りの警官が職務質問。男性は中国で昨年起きた新型コロナウイルスの集団隔離に反対する白紙運動を見習ってここで立っているのだ、と答えた。警官はすぐ立ち去るようにと促したが、男性が私は香港政府の高圧的な民主化弾圧に抗議すると語ると、警官は男性を警察署に連行し、煽動罪で逮捕した。2020年6月の香港国会安全維持法施行後、香港では難癖とも言えるような容疑で民主化活動家が逮捕されるケースが増えている。香港の警察官僚出身で、現在の香港トップの李家超行政長官は、周庭氏がカナダへの亡命を表明し、もう一生香港には戻らないと発表したことに対して、一生逃亡者として追われることになると怒りをあらわにし、周氏が香港に戻れば逮捕する方針であることを明らかにするなど、民主化弾圧方針を鮮明にしている。表現の自由を失った現香港に明るい未来はなく、1984的な未来しか残されていない。これが中共統治なのだ。台湾はどういう形であれ、中共国との統一を果たせば、徐々に香港のようになり、最後は2019年の香港のような形を経ていく。したがって、台湾が自由を享受するためには、選択肢は多くない。それだけは確かだ。中共の統一工作に騙されたら終わりである。野党共闘不発で、台湾総統選への中国関与は強まるか。来年の台湾総統選で国民党と台湾民主党は共闘を目指していたが結局失敗に終わった。2023年11月19日付の台北タイムズはこの間の交渉を批判し、両党の関係は中台間の1992コンセンサスのように曖昧だったと皮肉っている。来年の総統選に向けた国民党 KMT と台湾民衆党 TPP との間の愛白連合、愛と白はそれぞれの党の色の結成は再度延期されることとなった。両党は11月15日に世論調査と内部調査を用いて国民党の江有義、新北市長と民衆党の柯文哲の一方を総統候補、もう一方を副総統候補と決めることで合意し、結果は11月18日に発表される予定だった。
柯文哲、江有義、朱立倫、国民党主席、馬英九元総統が参加した非公開の協議が11月15日に行われ、4人は6項目の合意文書に署名した。その第3項目は、江と柯のうち、統計的誤差を超えて勝った方が1ポイント獲得するが、結果が統計的誤差の範囲内だった場合は、項に1ポイント加算するとしていた。合意の詳細は曖昧だったが、多くの者が項に有利だと考えた。民衆党と課はすぐになぜ不公平な条件に譲歩したのかという支持者の批判に直面した。両党は19日、調査結果の解釈につき合意が得られなかったので、さらなる交渉が必要だと発表して、国民に驚きを与えた。統計的誤差の意味についての理解が異なっていたのだ。候補者の選管への登録が11月24日に迫る中、総統選での共闘は再び宙に浮いた。有権者は愛白連合の不条理を直視し、その統治能力を評価し直すべきだ。ここ数日の課の発言は、一人の人間が決定を下すという民衆党の機構と、課の指導者としての適性に警告を発している。課はかつて最も嫌いなのは、課とゴキブリと国民党だと言っていた。彼は民主党とその支持者を国民党との合意に署名することで裏切った。非公開協議での合意の後、課は、党が総統となった場合には、民衆党は党政権を監視すると述べたが、副総統が総統を監視するというのは奇妙な話である。国民党と民衆党が合意を歴史的瞬間と歓迎したわずか3日後、世論調査結果についての発表で、両党の同盟関係が、いわゆる1992コンセンサス、両岸は一つの中国を認めるが、中国の意味の解釈はそれぞれに任されるとの国民党と中国との約束と同様に曖昧なものであることが明らかになった。民衆党と国民党は、民進党を政権の座から下ろすことについてだけは了解があるが、それが何を意味するかについては、それぞれの解釈があるようだ。親中派統治の最後のピース、投票率急落、市民冷ややか、香港区議選。香港時事、香港で10日実施された区議会、地方議会選挙は11日、開票の結果、親中派が計470議席をほぼ独占した。香港政府は愛国者による香港統治を目指しており、今回の区議選をパズルの最後のピース、政府トップの李家超行政長官と位置づけた。しかし投票率は前回から急落、市民は冷ややかな視線を向けた。香港の繁華街では投票日の10日も候補者の関係者がビラを配るなど選挙運動を行ったが、多くの市民が素通りしていた。投票を棄権したという20歳の会社員は、候補者が誰であれ、親中派に変わりはない。香港の民主主義は死んでおり、わざわざ投票に行く意味はないと吐き捨てるように言った。香港では2019年の大規模な反政府デモを受け、中国政府による統制を強化する国家安全維持法、国安法が20年に施行された。21年には愛国者による香港統治の実現に向けて選挙制度が大幅に変革され、立法会、議会はすでに親中派一色。一国二制度は形骸化が進んでいる。今回の区議選の投票率は過去最低の 27.5% にとどまった。抗議デモを追い風に民主派政党が8割超を獲得した19年の前回区議選は 71.2% と過去最高を記録しており、前回から約44ポイントも低下した。区議会も7月に親中派有利の選挙制度に変更され、政府に批判的な民主派が排除される中、多くの民主派支持者が棄権した模様だ。投票率は急落しており、ある大学教授は選挙制度変更が支持されているとは言い難いと語る。投票日には制度変更への抗議デモを計画していた民主派組織、社会民主連戦の関係者3人が逮捕された。同組織は、投票日に政府が反対意見を阻害するのはおかしなことだと指摘。香港人に
真の選挙権と非選挙権を返すよう求めると反発している。日本でも地方自治体の首長選挙で現職対共産党の候補者といった最初から結果が見えている選挙では当然のことながら投票率は低い。ましてや香港の場合は最初から親中派一択を強要されているわけだから、日本のように自分の行くように意味がないから行かないというだけではなく、こんな八百長選挙に関わること自体に嫌悪感を抱く人が投票へ行くことを拒否したと言える。そんな状況でわざわざ投票所に足を運んだ人がむしろよく 27.5% もいたものだと思う。